遊びに来たよ、やっほー。顔出しなさい。パーン。二回目。推しが水着グラビアデビューしてしまいました。うん。嬉しい。クマップありがとう、虹。ありがとう。モンキーちゃんは寝せて寝せちゃいました。もうなんか指がねすごいポッポしてて暖かくてもうね眠かったみたいだったので、こんばんにゃほー、ラビューラビュー、ゆずきちありがとう、 I love you、 Thanks。 みみハワイおめでとう、ありがとう。あのこの前なんかハワイのそのハワイのねハワイを行きたいっていうのを実現したそのガチャガチャを引いて実現あのしたんですけど、そのガチャガチャがそう当たりを引いたのね、あのニューリコールジョイのデビュー日に生配信した時にそういうあのコーナーがあったんですけど、みんな一人一人やりたいこと行きたい場所を言ってやりたいこととか行きたい場所とか欲しいものを言ってって、あいみはあのハワイに行きたいって言ったんだけど、でなんか別の部屋にあの教室にあのガチャガチャのガチャガチャがたくさん置いてあって50個置いてあって、その中に当たりが1つしか入ってなかったんですね。でその50個あって1つ50個うちの1つを私が引いたんですけど、その当たりを一発で引く確率倍率なのかな、確率なのかが0.001% なんだって。やばくない？確率だよ、確率か。 0.001% っていうのをYouTube のスタッフさんから聞いて、やばいと思って。0.001% いい席の確率。今後の人生が心配。え、確かに。え、なんでなんで？みんな不安だよ、今後の人生。50分の1なんだけど、その一発でそれを引く確率、ん、まあなんかそうやって言われたので 0.001 分かんなくなってきた。まあまあいいや、そういう感じですね。まあそんな感じ。いけそうなのどうだろうね。
でも最近 YouTube の YouTube でハワイに行ってみた動画みたいなやつとか見たらめっちゃね楽しそうで、行きたいってなった。プライベートでも行きたいな。パスポート切れる前に、そうそうそう、行きたいけどね。どこかどこでもいい、なんかグアムとかサイパンとかでもなるべく近いとこがいいかな。なんか移動で体力使いそう。楽しみ楽しみ楽しみ。セブ島いいね。海が綺麗なとことか行きたいね。韓国ね、おすすめ。そう、行ってみたいけど、なんかなかなか一緒に行こうとしてるお友達が予定が合わなくて、ほんと予定が合わない。ナミ、守りたいこの笑顔。ハワイハワイ。辛いの好き、甘いのより辛いのの方が好きかな。ぼっち旅行ちょっと怖いかも。浮かれてる。冷静ですよ、全然。ギャンブル？カジノ。カジノ楽しい？リコちゃん一人でタイ行きたいらしい。ええやん。いいね、一人でかっこいい。一人で何でもしてそう。いや、割と一人じゃできないことが多いかな。マブがいる。マブが大事。さくらちゅるさくらちゅる、今ならまだやり直す、夜が風に舞う、嘘だよごめん。あ、ちひろありがとう。くまちゃんありがとう。くまアイミンとマブになるためには、なんかアイミン結構難しい人だから割と時間かかります。めちゃめちゃ推ししか勝たん。ネグルスありがとう。でも優しくしてくれたらすぐお友達になれるよ。嫌なことしなければ。嫌なことを仕掛けてきたら嫌だな。なんかね、結構ね、根に持つタイプなんだよね。めんどくさい女だから。一度されたことは根に持ちます。絆、うちらの絆。味方同士仲良くしようしよう。血液型あんま関係ないけどね。
ケンです、初めまして。辛いもの食べたい、食べたい。ゴゴゴ、ハムスター見たよ、可愛かった。ベルアンマヤカス、やったやったね。お兄さん仲良くしてね。お姉さん仲良くしましょう。もう韓国料理食べたい、食べたい。見たよ。睨みませんよ。そんなことはしませんよ。ちょっとそれは子供すぎないかい。今日もえらいえらい、みんなえらいえらい、一日頑張って。のどかありがとう、 I love you。 好きな子にほど意地悪したくなっちゃう男の子のことどう思いますか？可愛いと思う、めちゃ可愛くない？でもあんまり意地悪しすぎるとね、女の子がね嫌がっちゃったらもったいない。普通に素直に思いを伝えた方がいいと思います。明日仕事、お仕事、お仕事、かっこいいよ。おいしいしかかたん。リリちゃんありがとう、 I love you、 ありがとう、 I love you。 意地悪する以前にうまく喋れない。人とのねコミュニケーション、ほんとね、あみもコミュニケーション能力を上げる方法どうしたらね上手くなるんだろうと思うけど、なんか難しい。コミュニケーション能力高い方は高いよね、羨ましい。だからすごい尊敬する、トーク上手い人。ハリーポッター見ながらだらけてました。ハリーポッター今さ、フールとアマプラ、ネットフリもだって見れるよね。なんかおしゃべりするのはさ好きなんだけどね、なんか自分と話しててなんかこの方は楽しいかなってこうネガティブに思っちゃう。鬼わかるね。今電子で本見たり、本当に勉強したいなら本買うしかない。え超楽しいよ。ねえ王子かわいい、くまぷありがとう、くまちゃん。ピキュマ、目線気にしちゃう、わかる、
目線見ちゃう、めっちゃ人の。みんなありがとうね、話し相手になってくれてありがとうございます。いくらでも相手しますありがとう。みんなしかいないよ。咳まだ残ってる。山、守りたいこの笑顔。ありがとう。本日2回目よ。逆に僕コミュ力ないけど、話しか言ってもいいですか？来てよ、仲間じゃん。2日されたんと八王子行ってくる。うん、あ、八王子行ってくれるの？またありがとう。最近推しとはを考える。推しとは何だろう。推し、推しとは、推しとは何でしょうか。推し、深い深いね。ありがとう虹、ありがとう。生きがい、元気与えてくれる人。確かに君はスパークルだから、僕を苦しめる。推ししか勝たん。チキありがとう。お話し会2月10日撮った、ありがとう。楽しみ、話せるの。ワク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 。推し、ずっとずっと推しとは、そのこのことがずっと頭から離れないこととか。それは恋、恋なのか。恋と推し違うよね。あゆみだけのまさみありがとう。 I love you。 推しとはなんだろう。私にとってのあた、でも推し、うん、あゆみだったら神みたいな存在かな。なんか一緒の、例えばライブ行って一緒の空間に入れるだけでもめっちゃ嬉しいみたいな。別に目合わなくてもレスもらえなくても、同じ空間で同じ空気を吸えてることがだけでももう幸せみたいな感じかな。わかる？わかる？共感ピーや。同じ時代に生まれて出会えて幸せみたいな思える人じゃない？わかんないけど人それぞれだよね。
同じ空間にいるだけで幸せなのに、もうすぐ話せんのやばい、めっちゃ謙虚だ、嬉しい、話せんの嬉しいね。わっ、えありがとう千尋、千尋ありがとう、大好きだわ、ありがとう、大好き千尋、大好きだよ、ありがとうタワー、めっちゃ嬉しい、ごめんなんかすぎるじゃんありがとう、嬉しい、ずっと大好きだよ、ずっと大好きだよ可愛い、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう、これからもずっとずっとよろしくね、大好きでいてね、ありがとう、幸せです、本当にありがとう、こんな私にとありがとうございます、感謝、やばい、2周年コンサート1ヶ月切ってる、ピーヤって比べるのをやめるという意味が込められて、私最近し深いと思いました、え、ほんとそれピーヤ、ピーヤ、あ、すごい、リタン結婚してありがとう、絶対結婚しような、明日国家試験受けますので応援してください、頑張って、国家試験ってどのぐらい難しいの、相当だよね、甘い甘い恋のチョコレート、東大に受かるぐらい、マジパーンパーン、タイタン投げろって言われたので結婚して投げましたえ、命令されてる、ありがとうって言っといて、絶対結婚しような、今日仕事で嫌なことあったけど、あいみん見たら何でも良くなった、幸せハッピーライフ、なんかさ結構さ千尋よく嫌なことあってない、大丈夫その仕事心配、まあでも仕事そうだよね、きついよね、何でも相談してね、ここでまあ相談できないこととかお話し会とかで相談してね、ブラックならやめようね、でもさ、まあ、ブラックだとしてもさ次の職仕事が決まってなかったらそんな簡単にはやめれないよね、あいみん何歳までに結婚したい、結婚願望ない、本当にない、結婚多分できないと思うそもそも、バイト、あ、配信見なかったら嬉しい、ありがとう見に来てくれて皆さんなんか見てるとお仕事って大変だ、新社会人になるの無理な気がしてきました諦めるな、とりあえずやってみよう、あいみんのソロパート集みんなハマってる、どこで見てるの、嬉しい、恥ずかしい恥ずかしい、
回を渋谷巡りしてきたい。ありがとう。嬉しい。朝晩守りたい。胸がもありがとう。みんなね、たくさん渋谷に行ってくれて、私たちを見つけてくれてありがとうございます。猫のパネル開いちゃったから、はい、みたいな出るように願って出ますように。ラジオでもお金の話するから面白い。いろんなお話ができるようにならないとね。偏りがち。大丈夫、ありがとう。だいぶね、大丈夫。話題豊富な人羨ましい。わかる。質問うまい人ね、楽しいよね、話してて一緒に。バレンタインチョコちょうだい。え、ちょうだい。逆にホワイトチョコだっけ。なんかさ、あれもさ、なんか女の子が男の子にやらないといけないみたいな風潮あるけど、全然いいんだよ、男の子から女の子にって感じ。ください。あげます。タワレコのパネルツイッター見てたら、私だ、え、おめでとう。おめでとう、おめん。あげる。やった。チョコ。え、くるみパン。え、ありがとう。大好きタワーだ。ありがとう。ありがとう。京都の市原駅。え、そんなのあるの。待って、ポシャと仲いいんだ。なんか一緒に見てたし、俺もさっきも。ありがとう。市原駅すごい。すごいね。楽しい。え、あとで写真載せます。え、見る、絶対見る。それは今日市原駅行こうなって言って予定立てて行ったの。人ほとんどいない。京都いいな、京都行きたいな。さっきノリで決めた。すごいノリで。市原駅、あゆみも行きたいな。あゆみ好きすぎて。キュン。あ、あゆみだけのまさみ結婚してたくさんありがとう。あ、ありがとう。市原駅すごい。ありがとう言ってくれて。山奥なの？マジ？山奥か。気をつけてね、ちゃんと。
山え、ほんとちゃんと生きて帰ってきてね。車ナンバーにも市原がある。すごい市原尽くし、ありがとう。待って、いいから近いのバレるねえ。個人情報のうのう。車のナンバー市原にしたいお気持ち、そんなにそんなにラブなの。キュンキュン。大学から20分ぐらいのところでガチで笑いました。明日僕も行きます行ってくれるのありがとうね行きたい、かわいい、面白い、ありがとう。あ、ライブ申し込みしました。わっ、2周年、ありがとう。あゆみちゃま、みんなで行きましょう経済効果いく。ショールームはそろそろ終わろうかな。いきなりになっちゃうけど、今日もね、2回もね配信できて楽しかった。ありがとう、みんな見てくれて。いっぱい写真撮ってくる、写真撮ってきて、見る、ツイッターで見るからね、載せてね。逆に全然、もう2回もね、ありがとう。いやいやいや、みんな見に来てくれてありがとう。めっちゃ楽しかった。喉大事に、ありがとう。じゃん、ランキング読むね。周年祭壇とか、あ、待ってるね。エミ2回も配信とありがとうね。こちらこそありがとう、みんな見に来てくれて。じゃあランキング見ます。13位、レグルス。12位、ナミ。11位のどか。10位、あゆみの奇跡、セッキー。9位、ゆずきち。8位、あさま。7位、やま。6位、りりてやん。5位、りたん。4位、あゆみだけのまさみん。3位、くまぷ。2位、くるみぱん。1位はトゥルルルちゃん、ちひろ。ありがとう、みんなコメントギフトありがとうございました。あ、きーちゃんが起き出しちゃったね。ではでは、まあね、30分ぐらい、まあ、短い配信だったらんだけど、今日は2回もありがとう、みんな。すごい、押し始めいかないJポイント15万ポイントだわ。皆さんのおかげです、ありがとう。写真待っててね、写真見るね。またこの後みんなのツイート見に行くからね。じゃあみんなちゃんとゆっくり寝てね、おやぽみ。今日も大好き交流ありがとうね。こちらこそ、相手にしてくれてありがとうねじゃあ、グッナイ、パヨパヨーン。やだ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 、バイバイ、もやぽみ。バイヨバイヨー。